はい、と点4,2を通って円 x2 乗足す y2 乗イコール4に接する直線の方程式 と、その接点の座標を求めてくださいと。で、まあ図形的には割と明らかなわけで、ただ正確に作図しようと思ったらどうするのかっていう問題がきっとあると思いますけど、まあ絵を描く。で、まあそろそろ円の絵なんていうのもさらっと描けるように。4は2の2乗ですから、半径が2で、で中心は原点0、0なわけですよね。こんなわけで2マイナス2、こんぐらいマイナス2でこれ通ると、なんかマイナスの符号がかぶって消えるの良くないので、どこら辺に書いとこうかな。ここら辺に書いとくと邪魔になりにくいような気がする。この円の方程式が x2 乗足す y2 乗イコール4であって、でそれと点 4,2 を通りますと、この円に接して4の2っていうのはこの辺りを通る直線の方程式。そうすると、まあなんとなく接するですが、接するっていうことは連立方程式が重解を持つですけど、の与えられた直線を ax+by+c=0って置くと、それと x2+y2=4を連立して、まあ例えば y イコールにして代入すると x の二次方程式になって、その二次方程式が重解を持つが接線になってることの必要十分条件ですけど、接するっていうのはそういう二重解を持つっていうことなんですよね、一般に。じゃあその一般論は微分のところまで行ったら詳しくやってほしいですけど、今はなんとなく接するらしき線を絵の上で描いておくと、一本こんなのが見つかると。でもうなんかこの直線の方程式はあからさまの接点ここですね、ここで接してる。だから接してるってことは、まあこんなのももう分かってると思いますけど、どんなに拡大して描いても円がこうあって接してるって言ったら、なんかちょっと慎重をしますけど一点ですよ。これはみ出てるのダメなわけです。ちょっとでも斜めになるとこうなってダメなわけです。でな、こうなってっていうほどはみ出てるの見えないかもしれませんけど接線は一点で一本に定まる、というか一本に定まらないと接線は定まらないと言って、まあそれもたとんがってたらダメとかいうの微分のところでありますけど、ででただ図を見てるともう一本引けそうで、それはどうなってるかというと、どんなだろう、あ結構シビアかな、なんとなくこんな感じ、青ペンがだいぶ汚くなりましたけど、で図の上から直感的にはだいたい2本引けるかなという感じなわけです。で、もちろん接点がそもそも引けるということも大事で、接点が引けるための必要十分条件は、その通るべき点が円より外側にある。まあ、ジャスト円周上にあったらその点を通る接線って言って現物が求まって終わりなわけですけど、だから円周上の点これを通る接線というのはもちろんあるわけですが、その場合はまあちょっと微妙に違う気もするんで、まあ接線が存在するっていう意味では同じにしといてもいいですけど、円の外側境界含むですよね、だから。で、点42は ax2+y2=4より外側にあるっていうのは、まあ図的には明らかなわけです。式で確かめたい人は円の外側の式を知らなきゃいけないから、それ、奇跡と領域の話をしてからじゃないと奇跡かなという気もしますけど、まあこのぐらい図を書いて、ちゃんと接線が引けるということ。まあそして2本あるということは、今はちゃんと見て取りましたけど、じゃあ3本目がないかどうかとかいうことは台数で、もう数え落としなく確かめることは最終的にはやりますが、まあ二次方程式だから、
直線は一時式であって、通る点の座標を1個入れても2次が3次に上がることさえなければ、解が3つ目出てくることはないので、接点は、多くても2個と。多分言えるはずなわけです。で、そこまで見繕っておいて代数やりますけど、で、ここでは、円の接線の方程式。これは、公式レベルで知ってるものだとして、やっていきます。それはどうやって求めるかというと、接線は半径に垂直ですからって半径がずれた。半径に垂直で、なおかつ接点を通るからっていう、とこから作るわけですが、それを図形的、図形的考察を伴って、接線の方程式を作れることは確認しといてください。接点の座標を、P、Q と置くと、接点のって言って、なんかいきなりだと日本語としてちょっと奇妙なので、求める接点ぐらいにしておきますと、この点を通る接線の方程式。点を通る円、X2 乗足す Y2 乗イコール4の接線の方程式ですね。式は PX 足す QY イコール4と表される。このことを知っといてくださいという。だからこれを基地とすると、だからこの PX たす QY イコール4っていうのは X と Y の一次関係式ですから、 X は平面上では当然直線を表してるはずであって、それはこれとこれだから、あの P と Q が多分組として2組出てくるはずという予想だ。まあ図形的考察に基づいたまあ現時点では予想ですけど、で一次関係式になってるからちゃんと直線になってるっていうことはまあ絵のと合わせて確認しておいて、で、これはまあちょっと技巧的ですけど、まあこういう考え方をしてくださいというと、この直線は、ちょっとまあ答案には盛り込まなくていいですけど、考え方を一言だけ述べていくと、以下、この P と Q を決定したい。という意向があるわけです。だから P と Q の関係式を求めるわけで、それにはどうするかというと、この直線が、最初求める、どっかで接してる接線の方程式です。だからどこでもいいわけですよ。ここら辺でも別にいいわけです。で、その接点の座標を PQ と置きました。で、それも勝手な点であって、なんか円周上の点、隙間点設定して、その上を通る接点の方程式って言ってるだけなんです。だからこの時点では、もうなんか、なんでもいい直線で、そのありとあらゆる直線ぐるって回すと、なんか、一周してしまうぐらいあるわけですが、で、この直線が、さらに問題文の条件をもう一個使います。それは、点42を通るという条件。42を通るからとか、もう問題にから天下りにというか言っちゃってもいいわけですが、通る時ぐらいにしときますと、XY イコール42ですから、これ XY の方程式です。 PQ は定数です。ちょっとそのことは強調しておいて、X と Y の関係式で、さらに一次関係式ですから直線ですよね。でもちろん直線っていうのはこれ直線になってるわけですよ。
で、で、PQ は定数扱いなわけです。で、その PQ を決定したいと言っているわけで、で、これ、この X と Y の関係式だから一般には直線になっていて、X を決めると Y が決まるになっていますが、ある XY の組、ある点を通るということが、今、さらに問題文の条件として要求されているわけですから、X と Y に代入すると、4P 足す 2Q イコール4。という、P と Q についての関係式がやられます。ここで、何を求めるかということが、入れ替わってくるので、本来変数だったものが、X と Y の関係式だから XY 平面上の直線を表していたものが、その上の一点を指定されたがために、今度 P と Q が求まるという。定数だけの未知数だからそれを決定したいと。この立場の入れ替えが非常に混乱を招きやすいので、なんかすごくしつこく注意しておきますけど、で、これを、両辺2であっておくと 2P 足す9イコール2と。で、ここがさらに偉いことで、